トニー・トンプソンは、アメリカ合衆国のプロボクサー。ワシントン DC 出身。トンプソンは27歳でボクシングを始める。アマチュア時代の戦績は13勝3敗。2008年7月12日、ハンブルクのカラーラインアリーナで、WBO の指名挑戦者として IBAF、WBO イボ世界ヘビー級王者、ウラジミイルクリチコと対戦し、11回に、 クリチコの右ストレートを浴びてダウン。そのままカウントアウトで試合終了。8年振りの敗北が自身初の小負けとなる11回1分38秒小負けで王座獲得に失敗した。2012年7月7日、スイスのベルンのスタッド・ドゥ・スイス・バンクドルフで WBA スーパー・ IBF ・ WBO イボ世界ヘビー級王者ウラジミール・クリチコと4年越しの再戦。 今回は IBF での指名挑戦者として登場。試合は手数の多さで距離を取って優位に進めるトンプソンだったが次第にクリチコに追い上げられて5回終盤に右ストレートでダウンを奪われた。6回終了間際にまたも右ストレートでダウンを奪われたトンプソンは繊維喪失となりレフェリーがストップ。6回2分56秒 TKO 負けで4年前のリベンジに失敗した。 2013年2月23日、イギリスのリバプールのエコーアリーナで15戦全勝のデビッド・プライスと対戦、不利な下馬評の中盤狂わせを起こし2回2分17秒、TKO 勝ち。2013年7月6日、デビッド・プライスと5ヶ月ぶりにダイレクトリマッチ。前回のようにはうまくいかないという声が多かったが2回には、ダウンを奪われるも5回にダウンを奪い返して、 リフェリーがストップ。5回1分55秒 TKO 勝ちでプライスを返り討ちにした。試合後にイギリスのドーピング検査機関ユカットが行ったドーピング検査でトンプソンから禁止薬物に指定されている利尿薬のヒドロクロロチアジドが検出され18ヶ月の試合出場処分が下される。しかしこの処分はイギリス国内のみで有効なため、 出場停止期間中にもかかわらず、トンプソンは、イギリス以外の国で試合を行った。2013年8月24日、ドイツのシュベリーンで17戦全勝の IBF、インターコンチネンタルヘビー級王者クブラトプレフと、対戦し12回0から3の、判定負けで王座及び、IBF 世界ヘビー級王座挑戦権の獲得に、失敗した。2014年10月18日、 ドイツのデュッセルドルフで、オドラニエルソリスと WBC アメリカヘビー級王座決定戦で再戦予定だったが、ソリスがトレーニング中に足首を捻挫し11月22日に延期された。しかし、ソリスの足首が回復せずに、これも再延期されることになった。2015年1月24日、ドイツのデュッセルドルフで再延期された試合となる。 オドラニエル・ソリスと対戦予定だったが、ソリスの足首が回復せずに3度目の延期となった。2016年3月5日、ワシントン DC の DC アーモリーで、ルイズ・オルティスと対戦し王座獲得を目指す予定だったが、ここ最近負けが多く、ノーランカーだったためヘビー級契約12回戦に変更になり、試合は初回と3回と6回にダウンを奪われ6回2分29秒小負けを、 必死だありがとうございます。